には悲しい。店内の照明が経営難でろうそくを使っているから暗すぎる。こんなコンビニは悲しい。陳列棚が一段しかなくて低いから取りにくい。こんなコンビニは悲しい。店内の商品がうまい棒一本しかない。コンビニは悲しい。レジで唐揚げを頼むと鶏をさばいて料理するところから始まるから買いにくい。こんなコンビニは悲しい。お弁当を温めてほしいというと店員さんがただただ切実に一生懸命脇の下で温める、こんなコンビニは悲しい。レジでお会計をすると店員さんがお釣りが足りないから待ってほしいと泣きながら出ていく。そして服や靴を売って帰ってきた店員さんがお釣りを渡してくれる。こんなコンビニは悲しい。そもそもお店が藁でできている。ありがなっとうねばー。チャンネル登録してねばね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよー。